この城。これを。黄金の乱が収束。俺は母は。お、しかし、せめて。こういうの、俺は今もし。なるほど。北斗。お任せ。敵が油断した隙をついて包囲を突破せる。艦外軍に蹴取られぬよう迅速に撃つ。なぜ大指示がこんなところに。すぐに仲間に知らせるんだ。攻める。は、受けて回りました。俺の北上が知られては敵も警戒する。あの伝令を狙撃し憂いを取ってくれないか。よし、このまま包囲する敵の不意をつく。一刻も早く砦を抜け、援軍を呼ぶ。平原の地だ。あと少しで援軍を呼べるぞ。そこの者、ここで何をしている。人方ならぬ部を持つ将と見受けられるが。俺は北海大使孔侑が確証大使市議。平原の劉備殿へ援軍を頼みに行くところだ。なんと、私が平原の将劉玄徳だ。詳しい話を聞かせてくれ。こういう、いえ、それより困った。拙者が敵本陣を襲い、陽動を仕掛けよう。貴殿はその隙に、こういう殿を助け出すの。私も大使殿と共に行こう。なんだ貴様ら、ここに来るとは聞かされてないぞ。さて、我々はここから敵本陣へ向かう。貴殿の健闘を祈る。味方はいねえぞ。確保しやがれ。
私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。連盟、味方陽動部隊が敵本陣に到着した模様。おお、敵がどんどん後退していく。アイシス殿、今のうちに光雄殿のところへ。連盟、新たな敵が乱入しました。各配下の少領です。少領は呂布軍の総領、いずれは呂布が来る。急ぎ光雄殿を救出し脱出せねば。見事であった。私もお前の働きに習うとしよう。アイシズも本当に助かったぞ。礼を言う。こういうのは話は後で。今は一刻も早く戦場から逃げましょう。来てくださると信じておりました。ご助力感謝します。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。我が策を披露する時が来た。進軍を開始するのだ。危ないところでした。援軍感謝いたします。おお、お見事です。ならば頂上、乱戦の中よく耐えられた。劉備殿、あなたには感謝せねば。いえ、我らの加勢はほんの微力。真に称えられるべきは太子寺殿でしょう。さよう。この男ほど真偽に厚い将はおるまい。そなたは我が真の友よ。俺は恩義に報いたまで。もったいない言葉です。聞けば太子寺殿は放浪の身とか。夜部を得て活躍されるのが楽しみですな。ああ、これほどの武が世に知れ渡るのを早く見てみたいものだ。そうですな、いずれ。
殿の。そなた。この城。これを。暴君董卓の死後。彼。陛下、早く。はい、私も。そう、わしは。陛下を、ザ。陛下は玉座の間に合わせようだ。何としてもお連れするな。この命に代えても守ってみせましょう。陛下も、お父様も。侵入者だ。見つかったか。いや違う、わしらではない。陛下の恩義を狙う侵入者がいる。玉座の前へ急ぎ、陛下をお守りすれば。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。次は容赦しねえぞ。一応自分が討ち取らせてもらった。その分に恥じぬ。私も精進いたします。この扉の向こうにおられ、幸いにもご無事でいらっしゃるようだ。わしがここを死守する。その間に城外の敵を倒し、脱出路の確保を。あなた方は陛下に逆する犯罪。力をもらおう。倒さねばなりません。
が玉座の間に接近中。急ぎ救援をお願いします。この総猛毒が直々に相手をしてやる。その分に始め、私も精進いたします。さて、どんな感じでとっちめてやろうか。どう渡さない次の戦でも俺様は必要とされてるんでな。ありが、今日の勝負はここまでだ。敵将、自分が討ち取らせてもらった。この分を始め、私も精進いたします。敵将、自分が討ち取らせてもらった。彼女の養父、王院殿は董卓殺害の罪に問われて殺された。おそらくわしらの姿を見て王院殿のことを思い出したのだろう。それであのような助け舟を。乱世は悲しみばかりを生むのですね。
この戦乱を終わりに導けるのなら、私はどんなことでもいたしましょう。たとえそれがどんなに辛い定めであったとしても。正面の守りにのみ気を取られ。